ドゥンドゥン、ドゥルンドゥンドゥン、ランランラン、だ。マザー2の、土星さんのセリフだね。まったく関係ないと思うけどな。制限時間は、500秒か。残り時間を気にする必要はなさそうだな。P スイッチを踏んで、ルンルン気分でいけばいいんだよね。うむ、それは間違ってはいないだろうな。やっぱりゲームは、ルンルン気分で楽しくやらないとね。そうだな、やっててルンルン気分になれるゲームをやりたいもんな。ここで2つ目の P スイッチを踏みます。この先にはブラックパックンか。大ジャンプをして、さらにクルクルをしないと当たっちゃいそうだね。1マスブロックを抜けて、3つ目の P スイッチ。このバネ取れなかったけど、何かに使うのかな？どうだろうな、てか、プレイ危ないな。これはどうすればいいの？バネを持ってこれたら上から行けそうだけど、あのバネ持ってくるの難しそうなんだぜ。でもまあ、いきなりあそこまで行けたし、割と早くクリアできるんじゃないかな？そうだな、サクッと終わらせてしまおうぜ。なんて思ってた時期が私にもありました。まさかこの後あんなにグダグダになってしまうとは。いや、これはやはりと言うべきなのでしょうか？事件の影には、やっぱりやはり。それは別のゲームだよ。というか、今の声なんだ？こんな奴今までいたか。このチャンネル人気ないから、うぷ主なりに試行錯誤してるんだよ。きっと、めたいな。霊夢、最初にあそこまで行けたのに、こんなにやられるなんて。最後の行き方がわからないのもそうなんだけど、地味に二つ目の P スイッチのところが難しかったです。ここのクリボーをうまく踏めなくて失敗したこともありました。踏まなくてもいいんだろうけど、なんだか踏んだ方が気持ちいいんだよな。このブラックパックンの先のファイヤーバーにも、たまに当たっちゃうんだよね。ここはトントントンって降りられて、気持ちよかったんだぜ。こんなとこに隠しブロックあったんだね。初めて気づきました。結局バネは持ってこれなかったんだな。どうやってクリアするんだ。はい、ゴリ押しです。やっぱりな。こうして霊夢はまた人気をなくしていくのであった。ちょっとうるさいよ。クリアできたんだから別にいいじゃん。ルンルン気分で、プレイできたよ。上からクリアできなくて、ごめんなさい。いいねして、今日はもう一コースやっていきます。こちらこそお世話になります。マリサの主食は、バナナです。ちょっとお前何言ってるんだ。ちなみに私の主食は、ラーメンです。設定を使って敵を食べていくコースなのかな。見た感じだと、すごく簡単そうだね。そういうのはフラグになるから、やめた方がいいぞ。そんなフラグは回収しないから大丈夫だよ。以前も同じこと言って、しっかり回収してたよな。もうあの頃の私とは違うから大丈夫だよ。ラーメンを食べ過ぎであの頃より3キロ増えた霊夢なのであった。いやいや、変わったってそういうことじゃないからね。でも霊夢、ほっぺたとかぷよぷよが前よりも気持ちよさそうなんだぜ。あーこれ、バタコさんが、新しい顔よって言って投げてくれた。新しい顔なんだよ。ジャムおじさんって、パンだけじゃなくてまんじゅうも作れるんだな。はい、バネを積むのに意外と時間がかかったのでカットしました。あとは反対側に飛び降りるだけだな。今回はフラグ回収しなくて済みそうだね。結局、デッテイユの試食は何だったんだ。私は、星のカービィの試食が知りたいです。では、今日はこの辺で終わります。ご視聴、ありがとうございました。